ホームの長崎のメンバーからご紹介いたします。ゴールキーパー富澤です。奥井、二見、江川、加藤、聖の方バック、クリスティアーノ、カイオ、セザール、桑崎、米田、前線エジガル、ジュニオ、そして上中。一方水戸のメンバーご紹介いたします。ゴールキーパーは山口です。村田、楠本、鈴木、大崎の方バック、椿、平塚、新里、高井、前線木下、遠山が入ります。スーッと上げてきます。そうですね、その背後を狙うエジガルジュニオが抜け出した。エジガルジュニオ体当てる、シュートが来る、こぼれ、まだ行く、エジガルジュニオ、米田入れた、やら、逆サイド、大崎のクリアです。クリスティアーノ、逆サイド、米田が待っている。米田折り返し、真ん中、頭で落とす、エジカル、山口、素晴らしい、2つチャンスが来ました。そうですね、2つチャンスですね、駆け引きますね、シンプルにちょっと高くなりました。この時間帯に得点が欲しい長崎、巻いてくる、後ろ、エジカルジュニオ、2試合連続このコンビ、長崎先制です。まあ、流れが非常に良かった中でのセットプレーでの得点ということでね、まあ、冷静にあそこをサイドネットを狙える技術っていうのはやはり素晴らしいなというふうに感じますね。エジガルジュニオ2試合連続ゴールです。まあ、高木石選手がボランチの位置にそのまま入って、安藤選手が、木下、まあ、少し距離はあったんですけども、あそこからシュートに持っていく力っていうのは持ってますよね。はい、高木氏左を見てました。大崎のクロス、真ん中、オフサイド、フラッグ上がりました。綺麗なゴールかと思われましたが、木下オフサイドポジション。右を仕掛け、広げて大崎、浮かせてヘディング、平塚こぼれてきた、木下です。狙ってる木下、ノーファール、1対1、木下パスにした、富澤よく出ました。富澤選手素晴らしいスタート切りましたね。まあ、こういう展開が増えましたよ ね、 そうですね、村田上げ切ります、とボール方向飛んできました。加藤勝は逆サイド、徳良につながりそう、徳良健振ってきました。クリスティアーノ選手は少し時間を作ってもいいんじゃないかというようなジェスチャーしてましたけどね、はい、入れてきます。まあ、やっぱりサイドから入れたいですけどね。当たったボールスローイン、まあ、こう真ん中から入れると目線が変わらないので、ちょっと松田監督が、ここで試合終了です。終わりました。長崎勝ちました。前半エジガルジュニオのヘディング、この1点を守り切って1対0の勝利です。